はい、皆さんこんばんは、シスです。ウルトラデラックスブルー編ガチャ、いや新ガチャ、まさかのサガフロガチャ、そしてなんかいつもとガチャ画面の雰囲気が違う。覚悟を決めろ。というわけで今回はこのガチャの評価をしていきたいなというふうに思っております。評価の方はいつも通りこちらの表、螺旋回路高層ボス、追憶の幻灯城、最果ての決戦と、エッグ、捕獲難易度、ここは将来性含む評価となっております。で、周回、また過去の限定スタイルは非表示前提での評価になっております。で、限定スタイル持っていたらどうなるかっていうのは、動画の中で詳しく話していきたいなというふうに思ってます。あくまで私個人の意見にはなるんですけども、皆さんがガチャを引く際の参考にしていただければ幸いです。またこの動画の最後にはこのガチャを引くべきかっていう私の結論もね、話していければと思います。さあ、そしたら早速見ていきましょう。まずはブルーから。いや、佐賀県コラボあたりから結構インフレした感じがある。ブルーめちゃくちゃすごい性能をしております。もうね、今回のガチャ最注目は間違いなくブルー。まずターン開始時、味方生存者全体に、エレメントガード陰小を付与する一ターン。これね、効果が分かってないんですけど、基本的に小だと 5% なんですが、 15% と言ってる方もいたんで、これ分かり次第動画のコメントの方にね、追記しておきます。 15% だったらバカにできない防御力になりますね、陰だけとはいえ。で、さらに、ターン終了時 BP2 回復、毎ターン BP5 回復キャラ、めちゃくちゃ強い。そして2番目、味方全体の余ダメージ上昇効果大、こちらおそらく 15%。 これもね、ちゃんと分かり次第コメント欄で補足しておきますが、武器種限定ない 15% バフだとしたら相当強いというふうに思います。そして最後にプロテクトハイテンションをしっかり持ってきている。いやー、陰属性耐性はちょっと、女神が最近ね、陰使ってくる相手だったら女神の朝ぼらけじゃんっていうのがあるから若干微妙にも思えますが、全体として悪くないアビリティだというふうに思います。そしてブルー、注目はね、ここからなんですよ、技の方。ブルーは技に特徴が2つあります。まず1つ目が味方全体の知力を上昇させる効果があります。覚醒すると BP5 威力 S の単体、これ毎ターン打てるんですよ。毎ターン単体 S 打ちながら味方全体 25% 知力バフしていく、これがかなり強い。そしてさらに全体技2ターンに1回打てる、覚醒すると BP10 威力 A の全体、こちらも味方全体、30% の知力バフを与えます。いや、もうね、皆さん聖王とか、あとは猛烈斬りとか、もう分かってると思いますが、これバカにならない火力アップなるんですよ。最終的に味方全員に 60% 近いバフを与えますんで、まあ連続で打っていればですけども、相当にすごい。そしてどうすごいかっていうのは評価の方で詳しく話していきたいなというふうに思います。そしてブルー、もう一つの特徴がこちら、覚醒すると BP6 LP1 を使うファスト補助技、対象に術攻撃の余ダメージが上昇するバトル中永続効果超極大を付与する、こちら 50% らしい。しかも重ね掛けが可能。 LP1 使うんで、まあマックス5回までしか打てないんですけども、最大で 250% 火力アップさせることができます。もうすごいね、実質リアムのリボルブみたいな感じ、術版リボルブみたいなイメージで使えるんじゃないかなと。で、ブルーはもういるだけで知力アップさせて火力上げるし、さらにエンハンスマジックで特定のキャラどんどん火力上げられるし、相当パーティーメンバーの火力アップに貢献できるバッファーになっております。そして評価の方、螺旋回路は味方全体の防御アップとか短期性能を評価するところなので、ここは×としました。もちろんね、ブルー使ってもクリアはできるんですけどもね。そして追憶の幻灯城、もうここね、20丸つけました。いや、最近佐賀県コラボで強い杖スタイルめちゃくちゃ増えたんで、
それらを差し置いて20丸つけていいのかと迷いましたが、もうここは20丸。なんといっても追憶の幻灯上全員杖スタイルなんですよ、術なんですよ。なんでブルーの知力アップ効果めちゃくちゃ生きる。しかも立ってるだけで味方全体も強化できるし、さらにエンハンスマジックで特定のキャラも強化できる。もちろん本人も BP5 回復だし、プロハイ持ってるし悪くない性能してる。でさらに単体 S も打てるし、2ターンに1回の全体 A も打てる。マジで隙がないスタイルかなというふうに思っております。ただ一つあるとすれば、もう杖って正直追憶の幻灯上で困る武器種じゃないんですよ。来月の頭に来る新しいボスも毒が効くらしいんですが、杖は毒にも困ってませんし、正直めちゃくちゃ強いけど幻灯上目的で引くかって言われたら微妙かもしれません。次に最果ての決戦闘、もうここは立ってるだけで味方を強化してくれるというところで、かなり最果ての決戦闘と相性がいいです。後ろにブルーを1人置いておくかどうかで一手抜けできるかっていうのが変わってくる場合ありますんで、ここは相当にいい。またそれだけではなく、場合によっては全体 A を自分で打ってね、1、3ターンで打てますんで、自分で攻撃して突破していくっていう出番ももしかしたらあるかもしれない。そしてエッグはね、一応三角つけました。これはなぜかっていうと、あの麻痺を無理やり入れていくパーティーで、まあ知力アップ、ブーケの知力アップ要因として、まあ一応使えなくはないかなというところで入れてます。ただエッグは、こちらの知力バフが 50% 超えてくると即地破りしてきますんで、そこは要注意です。またロックブーケで麻痺かけるのであれば、もうロックブーケと聖王と、まあ主娘とかもうそれで十分なんで、あえてブルーがいるかっていうのも微妙なところではありますね。まあでも火力アップにも貢献できますし、普通に悪くはない。ただ注意しなければいけないのは、知力アップ技っていうのが補助技じゃなく攻撃技なんですよ。でこれ私も麻痺ルートの解説動画で知ったんですけども、麻痺をかけるターンってオーバードライブで連携していくと思うんですが、ロックブーケが、影縛りを打ちますと、でそれ以外が、補助技を打ちますとなった時に連携した場合、補助技っていうのは最後に来ないらしいんですよ。確定で麻痺技より先に連携が発動する。例えば聖王のドキドキ、主娘のトリックカーニバル、ロックブーケの麻痺技、これをオーバードライブ連携しておけば、必ず敵デバフされてから影縛りが発動するってメリットがあるんですよね、テクニックか。ただブルーは攻撃技ということで、麻痺より前、知力が麻痺の後に上がっちゃうみたいなこともあるかもしれない。そこは要注意。そして他高難易度、ここですよね。いやー、ここは三角としました。私の評価の中ではここ三角って結構悪くない評価になっております。まず何に期待してるかというと、一つは知力アップ。知力アップっていうのは攻撃力が上がるのはもちろん、状態異常を無理やり入れていく時とかにも使えるんですよ。そういう意味ではこの知力アップがどこかで活躍するハマる場面があるかもしれないというところ。そしてもう一つが味方全体の火力アップ。いや、高難易度で火力アップってどうなんだと。そのためにブルー一人枠使って、果たしてそれで高難易度と言えるのかっていうのはあるんですけども、まあ今後火力が重要になる高難易度が来るかもしれない。その時にブルーがめちゃくちゃ活躍するというのと、何より新人系スペキュレーション回、あれが結構術特化でもある、特化っていうかな、術に適性がある陣形なんですよ。でさらに佐賀県コラボで結構術キャラ、ジョーとかリズとか、リズもねあれ術ですからね。あとはロックブーケとかさ、バッハシンとかだから結構ね術パーティー組めるんですよ。その時にブルーがいてめちゃくちゃ火力アップに貢献してくれたっていうことがあるかもしれない。ほんとね、この火力アップ効果っていうのは相当高いですよ。知力も上げますし、エンハスマジックは 50% で重ね掛け可能ですからね。最大、1人に 250% かけられる永続。
ただ一方でここ評価を丸まで上げてないっていうのは、やはり高難易度において火力アップってこのゲームそこまで重要になったことがないんですよ。なのでここは三角にとどめております。あとね、一応最近はもう全く出番ないですけど、回避パのために、S スタイルからヒートウェーブ持ってきて全体素早さ小デバフっていうのを一生打ち続けるっていうのももしかして使い勝手としてはあるかもしれない。そして周回、今回はねこのスタイルでは周回適正ないかなというふうに思いまして×としております。一応ね前の限定スタイル持ってれば縦 SS とかあるんですけども、今回は限定スタイルなしでの評価なのでここは×としました。さあそうしたら次、時の君、最注目はブルーなんですけども、今回ね時の君もヌサカーンもちょっとだけ面白い性能をしてるんですよ。どのあたりが面白いかっていうのは詳しく話していけたらなというふうに思ってます。まず時の君、時の君はねちょっとアビリティ微妙ですね。 BP13 スタートオーバードライブ時に味方全体 BP1 回復、 BP 周りは、お世辞にも良いとは言えない。味方全体の被ダメージ軽減小は 5%、 まあ多少は軽減。そして味方全体行動順補正上昇効果小、これもねほんと微妙ですけども多少は効果がある行動順補正でプロハイを持っていると。ただね時の君が面白いのはここからなんですよ。技の方、技に2つ特徴がある。1つ目はデバフ、こちら覚醒すると BP0 威力 D の単体、そして効果小の素早さ低下 15% ですね。でさらに、こちら覚醒すると BP5 威力 C の単体で、こちらは腕力低下効果小、腕力を 15% 下げながらさらに自身効果小 HP 回復。アビリティの方はプロハイしかなかったんですけども、パワースナッチあるんで結構硬いですし、一応素早さと腕力のデバフを打ち分けられるっていうのは多少は面白い。でもう一つ最大のポイントはここかなと思うんですが、覚醒すると BP13、LP1 を使う単体ファスト SS 技、そしてここから味方生存者全体に回避1回、効果一旦を付与する。おい、聖王、聖護の歌の聖王。あれと同じ性能を持ってきております。違うのは、聖護の歌は LP2 だったんですが、今回こちら、時の君、LP1 で撃つことができます。その代わり、めちゃくちゃ BP が重くなった。いやこれをどう見るかなんですよ。詳しくは評価の方で話していきたいなというふうに思っております。そして評価の方、螺旋回路は×、一応全体防御アップあるんですけども、まあ 5% と小さすぎなんでここは×。そして追憶の幻灯状、×いや三角くらいでも良かったのかもしれませんが、もうここは心を鬼にして×をつけました。なぜかというと、もう杖はライバルが強すぎるので、もう時の君使うことはないだろうというふうに思いまして×をつけております。特に今回は過去の限定スタイルなしでの評価になっておりますんで、全体技も使えない。まあ一応パワースナッチあるから本体が しぶとく生きるっていうところがあるかもしれませんが、正直もうほとんど使わないかなというふうに思っております。そして最果ての決戦闘、ここもね×つけました。もう最果ての決戦闘は素早さこちらの方が高くなっておりますんで、今更行動順補正つけなくても安定してね先制取れるんで、時の君入れる必要もないでしょう。そしてエッグ、いやエッグもねここは×でも良かったんですけど、ちょっとおまけみたいな感じで三角つけました。何を期待してるかっていうと、ワールウィンド陣形で一応全体行動順補正小がつくんで、少しだけ先制が取りやすくなる。で陣形効果で先制取れれば火ダメ軽減できますんで、そこに期待しております。でこの行動順補正の効果小はかなり小さいんですが、一応技の方でも素早さデバフ打てるんですよ。こちらになりますね。まあだからシェラハみたいな感じで腕力と素早さを下げていく、パワースナッチとディレイオーラ交互に打っていくみたいな運用で、一応デバフパーティーで使えなくはないというところで三角をつけております。そして他高難易度将来性、ここも迷いましたが×から三角をつけました。何に期待してるかっていうと、一応このクロノドライブ、
まあ、来ないとは思うんですけども、もしかしたらこのダメージ1回無効っていうのがどこかで活躍するかもしれない。いや多分ね活躍しないと思うんですよ。だから×から三角ってしてます。活躍する可能性があるとしたらめちゃくちゃ強い技っていうのを決まったターンに使ってきて防がなければいけない。かといって聖護の歌だと LP 攻撃とかもしてくるから LP 使いすぎちゃってきついよねみたいな、もしくは聖王は別の動きさせたいよねっていう時に時の君と聖王を合わせて使うと面白いよねっていう場合くらいかな。で使いにくいところはめちゃくちゃいっぱいあって、 BP が重すぎるからそもそも4ターンに1回くらいしか防御打てないよと。LP 攻撃でもされない限り4ターンに1回を5回使うなんてことはまずない。そんな長期戦になることがまずない。あとは本当に1回しか防げないんで、ポコっていう弱い技を防いで、終わってしまうっていう可能性もある。というわけでまあほとんど出番ないと思いますが、若干唯一性があるということで×から三角としました。で周回の方、こちらに関してはまあ単体 SS ファスト、まあ SS ではもう火力不足かなと思いまして、2ラウンド3ラウンドも打つ技がないのでここは×としております。そして最後ヌサカーン、こちらプラ落ちキャラとなっております。プラチナガチャから引けるスタイルとしては悪くない性能かなというふうに思います。ターン開始時 25% で自身の能力を全体バフ、効果大なんで 20% ですかね。でさらに自身の BP を回復プラス3、 25% で BP3 回復なんで期待値としては毎ターン BP4 も回復できないくらいかなと。あとは3の倍数のターンに味方の状態異常を解除、そしてロバストハイプロテクト、非ダメージ軽減 30%、 そして注意しなきゃいけないのが HP 満タン時の効果大非ダメージ軽減、こちらも 30%。まあ HP 満タンであれば 30%2 つ乗るんで結構硬いんですけど、基本的に HP 満タン維持することはないというふうに思いますんで、そこまで硬いとは言えない。でこれだけ見ると微妙なんですけども、技に少し面白い部分があります。まず1つ目、覚醒すると BP に威力 D の単体、こちら自身 HP 効果小回復しながら自身の知力を上げると。で2番目、これがね面白いんですよ。覚醒すると BP6 威力 S の単体で、これが LP を使わない全体極小回復になっております。でさらにおまけ効果として味方全体のステータスダウン状態を解除します。これはねちょっと面白いかもしれない。詳しくは評価の方で話していきましょう。そして最後にダークスフィア持ってきてますね。味方のデバフ解除、さらに、敵のバフ解除も持ってると。まあダークスフィアは普通に攻撃としても強いですよね。そして評価の方、螺旋回路構想ボスは全体回復持ってますんで三角、まあ一応ね三角としました。まあ丸とかつけてもよかったのかもしれませんが、最近まあ LP 使わない全体回復も珍しくなくなってきたかなっていうのでちょっと抑えめにしてしまいましたが、うん悪くないキャラかなとは思います。そして追憶の幻登場、正直余ダメージ上昇アビがないんですよ。 0% だから火力は期待できない。期待できるのは全体回復のみ。まあそれでもずっと全体回復打ってるだけでパーティー安定するし悪くないよねということで三角から丸という評価をしております。次に最果ての決戦と、こちらはもう火力ないので×で、エッグに関してもまあ一応全体回復持っているので連れていけなくはないかなというふうに思います。基本的には全体回復打ちながら自身が危なくなったらアブソーブで自身回復していくみたいなね。ただもう今となっては、全体回復するんだったら他にもっといいスタイルいるよねっていうのありますし、まあここは×としてしまいました。三角くらいでも良かったのかもしれませんが、まあ×としました。そして他高難易度、ここもね×としようかと思ったんですが、ちょっと×から三角とちょっとだけ評価しました。何を評価したかっていうのは、こちらの、まあ、全体回復が打てるというところと、それにおまけしてついてくる、まあ、味方のデバフ解除。いやもしかして今後
こちらの能力をどんどんダウンさせてきたり、状態異常をかけてくる敵が出た時に、まあワンチャン出番があるかなというところです。ただもう本当に×から三角×寄りにしたのは、そういう敵が来た場合は基本的にはこちらの精神を上げるか敵の知力を下げて、そもそもデバフとか状態異常かからない運用をするよねっていうことでおそらくヌサカン先生の出番はないです。そして周回、周回はもうよだめ上昇ゼロなんで、ここはオール×というわけで、こちらが今回のガチャ評価になります。そしてこのガチャを私が引くかどうかの判断なんですが、今回このガチャ私はスルーしてもいいんじゃないかなというふうに思っております。やっぱね、気になるのはブルーなんですよ。引くとしたらブルー一点狙い。ただ先ほども言ったように、高難易度では火力アップキャラって意外と、そこまでで役に立たなかったりするところがある。で、幻刀はもう杖は十分いるから、正直ブルー引かなくてもいいみたいなところで、引かない理由を考えてしまって、今回はスルーでもいいかなというふうに思っております。ただ正直本当に面白いキャラではあると思うし、めちゃくちゃ強いとは思うんですよ。なのでブルーが好きとかいう方はもちろん引きに行って全然損しないガチャかなとは思っております。まあね、特に最近はもうほんと高難易度っていうものがほとんどないですし、ロマサガ RS は好きなキャラを引いて好きに周回できるような、設計にしているのかなとも思いますんで、基本的にはキャラ好き嫌いで取っても間違いないかもしれませんね。ちなみに私はミンサガ推しなんで、ジュエルをために貯めて、ミンサガリマスター発売記念ガチャに全てをかけております。というわけで、新しいガチャが来ましたら、このように毎回評価動画っていうのを出させていただいております。もし気になるよって方いらっしゃいましたら、チャンネル登録の方をしていただけると嬉しいです。また、よろしければ高評価していただけると励みになります。ではご視聴いただきありがとうございました。